ピクニックしようよ。最近よく会うね。ほら、ここに座って。ピクニックに参加しないなんて言わないでよ。あと見て、この眺め。結構綺麗でしょ。あの象がですか。すごく長いヒーローサンドだ。食べるか。食べるか。何が挟まってるんだ、ヒーローサンド。ピクニックしようって。ピクニックする。いやー、大変だったね。プルート戦とかさ。みんなでニートになれてよかった。あれ、ここ会話ないんだ。ピクニック会話ないよ。なんでかな？なんかみんな静かめだよね。ここ来てから。いろんな画材？なんで画材が？よう、ヒロさん。今ちょうど社長さんの命令でヒロさんの石像を完成させてるところなんだよ。なかなか悪くないだろう。いいんか、これ。立派なヒロの石像。すげえ。すげえ。ネブ、工学ってパズルみたいだね。パズル大好き。お前ここにいたんか。工学系に進んだのか。こっちは？なんだお前ら別のところに移るのか。有名になっても俺たちのことは忘れないでくれよな。あ、すごい。みんな知ってるんだなぁ。まあ、ヒロがね。子供は飲めない。ヒロがいるからね。こっち何かあんのかな？お、何やってんの？もともとは警備員になるつもりだったんだけど優しすぎるって言われた。ベルリーが警備責任者になったんだって。すごく頑張ってるらしいな。お前ここで何してるんだよ。見張りか？煙が出るやつ。煙が出るやつか。あ、セットミールだ。あ、そういえば装備でさ、なんかサンドバッグがあった気がする。あ、違うんだ。ん？あー。ケルの写真が貼られている。装備者はイライラ状態でバトルを回避する。そんな、ちょっとこれ、まずいのでは？いじめ？いじめか？どんだけみんなケルにイラついてるんだ。なんだろう、クラゲがいる。あー、こうとか系。なんか結構広いね、ここ。どうなってるんだろう。あんたたち人間っていつも上を目指して頑張るよな。いいことだ。でも辛くなっても泣いて戻ってくるんじゃねえぞ。ちょ、優しいのか、厳しいのかどっちなの。上を目指さなくてもいいんですよ。たまには下を向いてもね。あ、っていうかそっか。そうそう、オーブリーちゃんになれば、ここぶち壊せるんだったわ。ミネラルウォーター。あんなに高かったミネラルウォーター。ちょっと待って、なんかここ進んだらさ、ストーリー進んじゃう気がする。気をつけていくんだぞ。はあ、子供の成長は早いな。え？え？え？ここ進むと何ですか？何ですか？てか、そっか。最終的にここやっぱオーブリーちゃんとヒロを連れ出さないと来れなかったんだろうけど。え？この上行って大丈夫？ヒロの兄貴、もうちょっとだけ残ってくれたり？そうか。まあ聞いてみただけだよ。でも行っちゃおうかな。特にしんどい夜勤よ。そんな辛いこと言うなよ。辛っ。あ、ここは完全にオーブリーちゃんがいないと無理だな。うわ、なんだこれ。爆発粉砕後、役目、手仕事、見解、管理職、無能、予測、帝国、陥落。怖っ。怖いのいる。一回外に出ようかな。ホールピザ。わ、なんか、どこまで進んで大丈夫だろう。あ？あー、なんだ。来てよかった。来てよかったじゃん。R だ。R。なんか私、ハングマンって意味が分かってなかったんだけど。ハングマンっていうゲームがあって。おー！ハングマンになろうとしている。これ、そうか。え？間違ったキーを集めすぎちゃうとこっちの負けなんだよな。おそらく。これ相当間違ったの集めちゃってるよね。拾わない方がいいってこと？
R が今拾っちゃって間違ってたんだ。ちょっと待てよ。C はいると思うの。で、C はいると思うの。で、S も必要だと思うんだよね。待ってよ。ブラックスペース。ブラックスペースになりそうなんだよな、後半。前半なんだろう。これどうだよ。間違っちゃいそうなんだよな。間違ったキーを集めすぎるとバッドエンドっていう可能性あるよね、普通に。ここいらでセーブを分けた方がいいのか。そうですね。はい。うん。え、誰？わかった。え、誰？お？よっしゃー、また全員揃ったぜー。ウェーイ、ハイタッチー。あ、お花。それで、なんでこんなところにいるのか誰か覚えてる？そうだな。変な夢を見た気がする。確か、俺たち底なしの大穴に落っこちて、あ、気づいたら怪しい契約書にサインしてた。マジか。あそこに落っこちた後。なるほど、人生どうなるかわからねえな。で、これからどうするんだっけ？なんかバジルを探してたんだよな。そうだよ、ケル。バジルを探していたんだ。そうだよ。バジルって最後の楽園にいたりしない？ないない、バジルくんがこんな場所に来るわけないじゃん。こんなのが好きな子じゃないでしょ。それは確かに。いや、もしかしてさ、案外こういうの好きだったりするかも。バジルくんが、スロカスだったらやだ。バジルのことを見なかったか聞いて回ればいいんじゃね？あ、そうなの？いい考えだ、ケル。ただ、俺たちかなり遠くまで来てるから、ここの人はおそらくバジルの顔もわからないんじゃないか。写真、ないか。はいはい、いいこと思いついた。みんなでバジルくんの似顔絵を描いてみようよ。お、いいね。絵を見せたらわかるかもしれないじゃん。二人ともどうした？今日はいい考えばかりだな。ヒロ、いい上司だな。よし、じゃあ俺から。みんなでお絵描きタイムか。あのさ、何それ？全然似てないじゃん。パズルくんの髪はもっとこう。え？そうだよ。向かって左に3つツンツンツンがあって、右に2つツンツンがあってだな。ちょっと待って。これも何か違う。で、横の髪の毛がちょっと長めで耳が見えててだな。前髪は3つに分かれてるんだよ。おい、俺の傑作に落書きすんなよ。つーか、バジルの鼻はそんなにでかくねえだろ。鼻はね、みんな点なんだ。よし、どうなってるかな？どれどれ？どう、ヒロ？どう？これバジル？うわ、ごめん、見るに耐えない。見るに耐えないか。え？ヒロは下手くそな絵を重りのポケットに入れた。ちょっと、入れないでよ。はぁ、せっかくやってみたのにうまくいかないなぁ。そんなに落ち込むなよ、オーブリー。バジルは俺たちで探せばいいんだ。きっと大丈夫。まだ探してない場所もいっぱいあるし。そうだな。次は、奥深い井戸に行ってみようか。ここからタクシーに乗ればそこまで遠くないよ。あ、そうなんだ。タクシーならいつも最後の楽園の前に止まってるよ。井戸か。ちょっと待った。装備じゃなくて、あ。あ、見れる。え？これ？これ、バジルくん？マジ？ちょ、使った色が。え？何？誰？って書いてあった何。何？誰？使う、これだけ使うがあるわ。ああ、これも届けてないな。届けたいんだけどね。え？ 5 枚？ちょっと不気味な地図5枚？え？まだ、会ってないやついるな。これも届けてない。面白い本、面白いな。
変なリスト。これもいらないっしょ。ねえ。これもいらない。裏紙にしよう。へえ、じゃあ行くか。そうね。お化けも探しつつ。あ、みんなでこれやろうよ。イエーイ。オーブリーちゃんに寄ってたかる女の図。ここがね、スイカがあるんでした。あれ？なんだお前。ビーチボール。なんでナメモグラ？あれ？こいつ、ベッドあげたやつじゃない？どうしたんだ？ビーチボール。これどうしようかな。攻撃、あ、素早さ早いね。で、攻撃上がるんならこれにしようかな。ヤシの実だとね、ジュースがかなり上がるからよかったんだけど。何やっとん？あ、君は、ローザへの脅迫状を渡してきたやつだ。怪しいモグラさん、今度は何なの？また何か企んでるんじゃないでしょうね。なんと、それは誤解ですよ、お嬢さん。私はですね、困った人を放っておけない優しいモグラなんですよ。本当かな？じゃあ証明してあげますよ。本当に、怪しいモグラなら皆さんにすごく重要ですごく役に立つ。聞いたら人生そのものが変わるかもしれない情報を教えたりしますか？しませんよね。話だけなら聞いてやれなくもないけど。それはそれは聞いてくれるんですね。さてさて。実は最近の情報によりますと、アサリという通貨はもうすぐ廃れ、新しい通貨にとって変わられるらしいんですよ。マジ？その新しい通貨の名は、アセリ！信頼できる情報源によるとですね、アセリが出回り始めた瞬間、皆さんのアサリの価値は暴落、いいえ、無に帰すらしい。そんな悲劇皆さんも嫌ですよね。見たくないですよね。そう、それは。そう、そうなったら最悪ですよね。でも私は残念な知らせをしに来たわけではありません。私はこの情報を聞いた時からすぐ新しい通貨となる焦りを集め始めたのです。そして私はいい人ですので、私の焦りを皆さんのアサリと交換しても構いませんよ。え、マジで？お前が損するのにやってくれるの？信じないでケル君。こんなの怪しいにも程があるよ。ほんまやね。これ怪しいどころか、もろ犯罪では。でもオーブリー、今の聞いただろう。アセリが通貨になったらアサリを使えなくなるんだぞ。急に一文なしになったらどうすんだよ。そしたらナエモグラから取るしかないね。オモリはどうする？俺たちのアサリを全部アセリに交換した方がいいんじゃねえの？全部？半分くらいならやってやらなくもないんだけど。全部か。でもかなりあるんだよな。しかしそのアサリはもうすぐ全時代の異物になり果ててしまうのですよ。自分の未来を考えてください。これから生きるには焦りしかないのです。どうか考え直してください。全部吸って、全部アイテムに変えてからならまあ。だってさ、8900もあるんだよ。ちょっと待て。ちょっと待て。いいだろ。変えてやる。え？このフロートヌードルに興味がないかね。え？これとんでもなく強い武器になるポテンシャルがあるのです。それも。え？それも今なら格安の5000アサリ？ちょっと、やばい。みんなが騙そうとしてくる。なんだこの値段は、もはや俺からのプレゼントと言っても過言ではないですね。どうでしょう？買っていきます？じゃあ買うわ。素晴らしい。では大事にしてくださいな。キキキ。フロートヌードル。絶対嘘だよー。誰の装備？うわ、何の役にも立たない。誰だよ、こんなものを発明したやつは。なんだこれ。超やられたな。でもこれが、いつか必要になる時が来るはず。知らんけど。ちょっとお金もっと使わせてくれよ。お金使わせてくれよ。お友達全員のハート。いや、でもな。これ買って、闇ジャムも買って、これも買っといて、よし。焦りにするか、そしたら。どうなの？これって、どうだろうな。オモリはどうする？
よし、変えよう。素晴らしい。これは正しい選択です。絶対に後悔させません。アサリ、確かに受け取りました。それでは、こちらのアサリと交換しましょう。アサリを手に入れた。これが未来の通貨。あ？おもりくん何乗っちゃってるの？これ絶対にお金にならないと思うよ。そのアサリはもう皆さんのものです。それではまた、アサリを必要としているかわいそうな人たちを助けなければなりませんので、さよなら！やられたか？あ、アサリがゼロになって。持ち物に入った？あ、クレム。これが未来の通貨か。クレムだわ、これ。そういうこと？じゃあ行ってみるか。すいません。もちろん、ボスの右腕のためだもんな。あ、ここでお金必要じゃなくてよかった。いろいろ騙された気がするな。あ、帰りは何も引かなかったか。ここだよね。相乗り限定だぜ。通行ワニ。お前友達3人もいたのかよ。そうだよ。ふん、はいはい、早く行った行った。お、あ、これヘビじゃね？これがヘビのいびきの音だよ。かわいい。かわいいね。ん？あれ、貝だなぁ。お、水中高速道路。ここは、歩いて通っていいのかよ。つか、プルート来てくれんの？ここでプルートを待つ。え？ちょっとさ、全員準備できてるかな？さっきの戦いはどうなったんだよ。あ、ちょっと待って、俺まだ。これさ、ちょっとサブクエ全部クリアしてきていい？異世界まで行っていいの？飛ぶ。了解。でもごゆっくり。あ、飛べる！ちょっと、どうしようかな。どのタイミングでサブクエクリアしていいのかわかんないんだよ。ごめん。ちょ、やるわ。ちょ、溜まりすぎちゃってるから、やるね。サブクエ界だ。ほんで、ヘクトールはどうなったんだ？どこに行ったかは知らないけど。ヘクトールわかんないな。シクシク柳。あ、そう。柳のためにジョークを拾ってきて、面白い本は、この前のところに持ってって、熊のぬいぐるみも持ってって、ナエモグ植民地だ。で、お化けの宴のお化けも見ると。ナエモグ植民地って多分ね、この前来て、ちょっと下に降りるところがあったから、前こっちにバジル君的な影を追ってこっちに行ったと思うんだけど、その上の方にあったはしごだと思うんだよね。うわ、敵がいる。あれ？なんだあのカカシ。うわぁなになに？なんでこんなに？あ、知らない人だ。わざわざ話しかけてくれてありがとう。もしよかったら僕の力では絶対にできないことを頼んでもいいかい？最近のことなんだけど、ある日突然惑星が超高速で空を駆け抜けたんだ。そしたら、僕の三人の親友はそれにびっくりして、それぞれ違う方向に飛び去ってしまって。僕の友達はカラスでね。うわ、カラスいたわ！あまり人に懐かないし警戒心も強いんだ。だからこんなことを知らない人に頼むのはさすがに気が引けるけど、ここは滅多に人も来ないし。もしよかったら、僕の親友たちを見つけてくれないかい？わかった。ありがとう、知らない人。どうやってこの感謝の気持ちを言い表そうか。僕はここでおとなしく友達の帰りを待つとするよ。だって、あの子たちがいないと僕は動けないし何もできないんだから。カラスまだ1羽しか見たことないぞ。異世界の上の右の方に1羽いたのはわかるんだけど。スモア。こっち、来れたんだろうな。倒す前にな。わあ。うわ、八尺様いる。うおー、この姉さん背丈。ポーふふ、ありがとう。不便なことも多いけど星がよく見えるからいいよね。
背が高いのが不便？そんなことあるわけないだろう。いいことだらけじゃん。俺もいつかお前と同じぐらい高くなるんだ。はいはい、ケル君は夢でも見てなさい。八尺様だ。かわいい。ポポポポ。八尺様って外国でも、あれなのかな。日本のポピュラーな妖怪っていうか、怪異として知られてるのかな。多分こっち、ここじゃないか。あー、ここっぽい、ここっぽい。ここがナイモグ植民地でしょ。スイートハートの番組の最終話が放送されてから植民地に帰るナイモグラが増えたんだ。あ、そうなんだ。こんなところがあったのね。ダンボール。こりゃ一等地の不動産だな。そうなの？こっちも行ける。すいません、差し入れですけど。不動産だね。なんだここ。こんなとこあったんだな。ちょ、アイテムやばい。取り逃しが。同室か。慣れるかな。洗濯物を片付けてくれるといいな。最も馬でしょう。ああ。なんかいたな。買い出しに行ってくれるといいな。最も。でもこれって誰の持ち物、あいつの持ち物じゃなかったのか。いやー、あれ。すごい、バグってる。あれれ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 。やばい、コントローラーが。あぶね。あぶねー。コントローラーが爆発するところだった、今。パソコンのパーツ。コウモリさん、友達が徐々に戻ってきてるのだ。でも、帰ってこない奴もいるようなのだ。なんかあれだな、飛ばしちゃったな。多分、ここのイベントっていうか。ここでいろいろあったんだろうな。多分消えちゃったクエストもあると思うんだよね。ナエモグ植民地にいると言われている。誰に渡せばいいんだ？あ、あいつだ。うわ、こいつどうなってんの？強力接着剤で壁に貼り付けられている。なんで？なぜ？どうして？来たよー。どうした？それは何かな？俺宛ての包みなのかな？お前宛ての包みだ。ああ、これは弟からの差し入れだな。すげえな。豆腐が99個入ってるんだな。最高だな。鈴、本当に俺のことをよくわかってるんだな。届けてくれてありがとうな。これいざという時のために取っておいたんだけどな。この差し入れがあればしばらくは大丈夫だからあげるな。あゆみジャム、ありがとう。お。食べてる。ジュルジュル。豆腐、美味しい、な。美味しい、な。空き缶。なんだろう、右の方気になる。なるほどね。なんかサブクエクリアできるようになったな。車をなくした男の名前はなんだ？カーロスみたいな。おお、すごい。全然そのまま。すんばらしい。何にかかってんのか全然わからんけど。いたー。いたなー。高橋さんのところに戻りましょうか。再会が待ち遠しいと言っていましたよ。あー。さようですか。もちろん私もそれが望ましく思う。例文か。パー。はいよー。僕の友達がみんな帰ってきてくれたよ。本当に本当にありがとう。感謝してもしきれないよ。それじゃあ僕たちはそろそろ行かなきゃ。え？さようなら。知らない親切な人。またいつか会える日まで。あー！待ってー。すげー。あの三匹がいればどこにでも行けるんだ、かかしさんは。わ、五つ葉のクローバーだ。ってなんか敵が。敵が完全に。五つ葉のクローバーは何だろう。やる気に応じて幸運が上がる。あ、すごい、ほんとだ。これはもはやクローバーじゃないのでは？
なんか四つ葉のクローバーは幸運だけど、五つ葉とか六つ葉になっていくと意味が変わってくるって聞いたことあるな。こんにちは。こんなところで一人ぼっちになってしまうなんて。はあ、初めてこんなパーティーに誘われたのに場所もわからないなんて。メガネおばけにちょっと不気味な地図をあげた。なんと、これはシルクハットさんのパーティーへの地図。ああ、本当に助かったよ。早く行かないと。すごく楽しそうなんだよね。よかったね。これオッケー。これでオッケーで、あとは、ジョークをジョークノートに書き込んでくるぐらいか。ここも風車あるしね。あれ？ここなんだろう。私は賢者の石。アサリと引き換えにいいアドバイスをしてあげよう。え？じゃあ、いいアドバイスで。了解。ではこれを教えてあげよう。チャンスが来ないのなら自分できっかけを作るべし。役に立ったらこれ幸い。すげえ。地元でもらえるカレンダーの下の方に書いてありそう。あるある。日めくりカレンダーとかに書いてありそう。風車、巨大な風車の間。トレインステーション。ここなんだっけ？え？何ここ？え？なんだここ？あれ？全然来てないじゃん。こちらからお並びください。あなたたちですか？もちろん、あなたたちのことを覚えていますよ。調子はどうですか？元気そうでよかったです。すぐ起きるよ。でもやっぱあと5分だけ。こいつなんだよ。かわいい。山だ。生きられるのはありがたいことだ。山が言っとるわ。なにここ。どうも。定期券は売り切れておるが、レモネードはまだ残ってるであります。じゃあレモネード。あ、そんなにお金ないんだった。待てーい。ここは。なんと、それは定期券ですね。あなたたちが最後の乗客でしたか。ずっとお待ちしておりましたよ。そういうことなら、うむ、乗ってよし。え？何に？ちょ。え？乗ってよしって。え？やばい、電車乗れちゃうんだけど。ちょっと待ってくれ。待って。乗ってみてもいいけど。ちょっとストーリーの順番がぐちゃぐちゃ。ただ定期券もらったのってスペース元彼倒した時だから、それ以降に来て乗ってよかったってことだよね。僕は流れない音楽家ギブスだよ。昔は流し音楽家をやってたんだけどしばらくやってないんだ。よければ5あさりくれないかな。動けないから。いいものをお届けしよう。もう5あさりぐらいなら。ありがとう。ではお礼に僕の故郷の曲を聴かせてあげよう。なんだろう。あれ？どっかで聞いたなぁ。これどっかで聞いたよね。トタケケみたいだねって言ったよね。現代で聞いた気がするなぁ。生川きやばい、助けて。あ、生川き結構いい曲だと思った。あ、よかったね、おもり。おもりの教育によかった。あ、触れられん。僕がこの世で一番嫌いなものは何だと思う？そうだな。葉っぱだから。ひ？うさちゃんだよ。そう、うさちゃん。大っ嫌いなんだよ。もしも一つだけ願いが叶うなら、世界中のうさちゃんを一匹残らず駆逐してほしいと願うよ。
おお、あんたはかなりウサちゃんを倒してるようだね。そうそうなんだよ。僕は誰でも一目見れば今までウサちゃんを何匹倒してきたかがわかるんだよ。それくらいウサちゃんが嫌いってことだ。え？なあ、なんならさ、取引しようよ。え？ウサちゃんを5匹以上倒したら僕に報告しに来てよ。いい報酬用意してあるからさ。さあ、ウサちゃんを1匹残らず駆逐するんだ。ウサアンチ仲間じゃないか。あ、16匹倒したんだ。素晴らしい。またウサちゃんを倒してくれたんだね。これでウサちゃん駆逐数が16匹になったよ。ありがとう、ウサアンチ仲間よ。コットンボール。さあ、ウサちゃん1匹残らず駆逐するんだ。え、まだ？まだですか？このサブクエはちょっと、あれだぞ。大変だぞ。